秀吉のやつ、九州平定の恩賞だとか言って、俺を肥後の領主にしやがった。九州の戦で、そんなに過剰されるほどの働きなんかしちゃいねえ。側近の黒田官兵衛でも10万石ちょっとなのに、俺なんかに52万石も与えてどうする気だ。あの猿らしい薄汚い狙いがあるんだろうな。しかも、信長様にもらった越中とほとんど石高が変わらんのがさらにムカつくぜ。信長様が生きていた頃から、あいつのことは大嫌いだったが。さすがに、信長様が信頼していた秀吉を殺すわけにはいかなかった。でも柴田殿があんなお人よしじゃなければ。信長様が亡くなってすぐの、清須城の会議の時に殺せたんだ。そもそも、丹羽長秀殿が、明智光秀をさっさと撃っておけば。秀吉にあんなでかい面をさせなくても済んだ。踏み台にしたお人よし二人から、かつて一字ずつもらった、橋場なんて。よく名乗っていられたもんだよ。そのお人よし二人とも、あっさり死んだけどな。まあ、そう言ってる俺も多分、もうすぐ死ぬことになるんだろうよ。信長様がいないのに、生きていたいとも思わねえしな。成政を肥後の領主にしてやったのは、当然だが、ただの恩賞ではない。二度も俺に敵対した馬鹿を懲らしめるためだ。肥後は確かに52万石だが、それは正規の税を徴収できればの話だ。だが肥後には、領主に反抗的な国衆が多くて、統治が極めて難しい。力ずくで従わせようとすれば、反乱が起きる。成政なんぞに、まともに治められるような国ではないのだ。それでも、奇跡的に統治がうまくいけば、儲け者だし。うまくいかなければ、成政に領主としての責任を問えばいい。そんな面倒なことをせずに、成政を殺してしまうのは簡単だが。かつては俺を見下していた奴を、いびるのが楽しいんだよ。あいつは、信長様に大層気に入られて、いい気になっていたが、俺は大嫌いだった。信長様が亡くなった後、柴田勝家のように、俺に敗れて腹を切るか。丹羽長秀やその他多数のように、俺に素直に従っていれば。あんな醜態を晒さずに済んだのにな。どこまで頑張れるかは知らんが、せいぜいそこで意地を張ってあがいてみろよ。さっさなりまさのやつ。秀吉の下で長生きするタイプじゃねえとか自分で言っていたし、俺もそう思ったが。もう少しは生きる努力をしたらどうなんだ。九州のど真ん中に位置する肥後は、常に奪い合いの対象にされてきたせいで。領主が変わっても、それに簡単には従わない国衆が多いんだ。まともな税を払わないくらいは当たり前、気に食わなければ反乱もよく起こす。そんなことくらい、いくらあの馬鹿でも、一月も経てばわかるだろう。なのに他と同じ、型通りの統治しかしていねえ。有力な国衆との会談とかも、まるでやる気がねえようだ。あえて反乱を起こさせて、熊部とか甲斐とか、特に反抗的な国衆を処断するっていう方法もあるが、それをやるには、成政に従う兵が少なすぎる。秀吉の直轄軍がまだ九州にいた頃は、おとなしくしていた奴らも、あれではすぐ、成政に立てつくだろう。要するに成政は、わざと何もしねえでいるのか。秀吉のために働く気も、自分の身を守る気もねえのかもしれんな。ああ、めんどくせえ。秀吉様も、とことんひねくれてやがる。本当に気に入らねえ奴なら、適当な罪過をつけて殺せばいいんだよ。腹の底の底では、さっさなりまさを殺したくねえのが透けて見えるよ。しかしなりまさは、そんな秀吉様の思いとは裏腹に、肥後で死ぬ気でいるようだな。反乱が起きれば兵は出すが、本気で鎮圧しようとはしていないし。そもそもあんな少ない兵で、広い肥後の反乱を収められもしない。あの、戦うために生まれてきたような男に、それがわからんとは思えない。それでも救援を求めるでもなく、国衆を懐柔しようとするでもなく、決められた通りの統治をし続けているのは、もう何もやる気がないと内外に示すためだ。生きようという気すら、もうないのだろう。とはいえ、いくら反抗的な国衆どもにも、秀吉様が任じた肥後の領主を、
殺すほどの度胸がある奴はいないだろう。このままでは、肥後はいつまでも、無秩序のままになってしまう。秀吉様と成政の我慢比べが続く限りはな。本当にめんどくせえ。秀吉様が早く負けを認めて、成政を処断しちまえばいいのによ。どれだけ国衆が反乱を起こそうが、税も不益も、微体値も負けねえよ。海外出兵が始まれば兵役も加わる。それが決まりだからだ。俺がそう決めたんじゃなくて、秀吉が決めたんだよ。その通りにやってるだけなんだから、文句があれば秀吉に直に言えばいい。そんな根性もなく反乱なんか起こす馬鹿は、殺せばいいんだ。俺が率いているのも、反乱とかやってる馬鹿が率いているのも、同じ肥後の兵だ。肥後の国衆の兵同士で殺し合って、何かいいことでもあるのかね。反乱を煽っている熊部とかいうやつは、俺を殺すか追い出すかすれば、肥後を自分のもんにできるとでも思ってんのか。俺が消えても、新しい領主様が、今度は他国の兵まで従えてくるだけだ。永久に反乱を起こし続けるのかな。時代遅れな奴らだ。しかし元を正せば、秀吉なんかが借り物の権力を振りかざして、急激に領地を拡大してやがるから、こんなことになったんだ。信長様が覇者だった時は、領内の国衆の反乱なんか、ほとんど起きなかった。やはり、諸悪の根源は秀吉なんだよ。まったく、この状況を指くわえて見てるなんて、俺にはできねえぞ。秀吉の支配に歯向かうのは勝手だが、九州の兵同士で殺し合いが続くだけだと、なんで気づかない。成政も死ぬ覚悟はしているんだろうが、国衆の反乱で討ち取られるなんて、大恥をさらしたくはねえはずだ。秀吉の統一が進んでいるこの時代に、反乱なんてやってる奴らは馬鹿なんだから。領主の成政を殺せば、肥後を支配できるとか、本気で考えてる可能性もあるんだ。もう、死の後の言ってる暇はねえな。越権行為でもやむを得ない。今度は、俺が助けてやる番だ。やっぱりな。島津義弘が、密かに動くんじゃねえかと思っていた。監視をつけておいて正解だったよ。そういう男だからこそ信頼できるんだが、つまらんことで処断されるようなことになったら困るんだ。しかし、止めても言うこと聞きそうにねえんだよな。どうしようかな。なりまさ。俺と一緒に天下を取ろうって気は、やはりないんだな。あいつの態度次第では、前田利家のように、地位を保証してやることもできたのにな。俺はやはり、信長様にはなれねえんだな。だが、だったら真似事でもいい。信長様の代わりに、俺が天下を取るだけだ。